さんこんにちは、パンダ食堂です。この度2021年6月2日に YouTube のチャンネル登録者数が1000人を突破いたしました。いつも応援してくださってる皆様、本当に本当にどうもありがとうございます。これからも調理家電や調理器具を使ったレシピを配信していきたいと思っております。あとは我が家で一緒に暮らしているチンチラのしののめちゃんとすずりちゃんという可愛い動物がいるんですが、その子たちも動画に登場させたいなと思っておりますので、今後も楽しみに配信見ていただけたら嬉しく思います。どうぞこれからも応援よろしくお願いします。それではパンダ食堂の野川彩でした。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。